ちょっとあのアップテンポどっちから聞きたいですか。アップテンポから聞く。わかりました。じゃあ歌います。アップテンポ。今日路上してから初めてのアップテンポ。伝えるかね。心配。袖に叫んだ、ただそこに愛を落とした。果てに色を溶かすように、キウシの月を添えて、転がるように風を切って、つまずくことに強くなった。怒りも痛みも怒りも全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい。声を轟け夜のその向こうへ、で滲んでた、あんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でて誰に届けたって、不確かなままでいい。どんなに暗い感情も、どんなに長い葛藤も、歌と知れ残響。一人満星や違えない体を結べば、果てない色ももか真空の過去層が割れ、この先どんな辛い時も口先よりも胸を張って、抱いた夢の回を全部たどるだけ、抜け出すためここまで来たんじゃないだろう。声を枯らしてお部屋なのように、闇場を照らしたら、曖昧すぎる世界も不明にして、夜を数えて朝を描くような、鮮やかな音を鳴らす。どんなに深い後悔も、どんなに高い限界も、かき消して残響。ありがとうございます。いつもカラオケで歌うときも、あそこ絶対入るのを間違えるんですよね。難しいって。たまに成功したときはってなります。中学3年生15歳のサナです。次はバラード、またバラードを歌います。